はい、皆さん、こんにちは。昨日の経験で思ったんですけど、昨日アウトサイドでサーフボードを壊してしまって、真っ二つに。基本いつも僕はドルフィンスルーをしてるんですけど、僕のある一人の師匠に、これドルフィン厳しい時はどうしたらいいのって言って聞いたんですよ。だから、その人はローリングスルー。ロングボードはローリングスルーして、一瞬のその衝撃を、超えるねって。僕が食らったのはスープで、もうドルフィンじゃ絶対効かんやろなっていうぐらいで、友達の身長180とか190ぐらいある人たちはみんなドルフィンで潜っていくんですけど、僕にはもう不可能なサイズなんで、もうスープだけでもめっちゃごっついみたいな。そういう時はローリングスルーしちゃえねんとか言われて、ほんまかいな、みたいな。そのやり方を昨日教えていただいたんで、これ皆さんにもちょっと教えたいなと思いまして、皆さんにもこの伝授をしたいと思いまして、そのやり方をちょっと今からやります。はい、ではその先ほど言ってたローリングスルーをちょっと折れた板のノーズの先端を使って、説明していきたいと思います。これなんですけども、多分これ僕がちょうど昨日折ったのは、この持ってるところへん、ここは手で持ってるんですけど、ここでみんな多分ほとんど持つと思うんですよ。ロングボードがこうありまして、見えますかね、こうありましてね。でローリングするときは多分この辺思って、スッとひっくり返すんですよ。でもこれでガバって持っていかれたりとか、この衝撃で崩れてしまった時とか、そういう人と結構いてると思うんですよ。僕も今までローリングスルーした時に、こう、ノーズを白波でキャッチされてしまって、ガバって持っていかれて、あらゆるところに飛んでいったことがあるんですけども、昨日聞いて、なるほどと思ったのが、この波が来た時に、ノーズを持って、ひっくり返すんですよ。で、ここをしっかり持ってね、体にもつけるらしいです。ぐっと。僕が聞いた人の話でいくと、こう持って、しがみつくらしいですね。ガッと。その人は体がでかいので、ノーズをしがみついて、波が行くのを待つみたいな。揉まれてもずっとしがみついてくるって。真ん中だと、サーフボードがでかすぎて、こうやってやっぱ揺れてしまうんですよ。ある程度の日本人の手じゃ多分結構厳しいと思うので、結構ね、ノーズを持ってね、スッとしっかり持っとけば、そんなに持っていかれることもないですね。すぐノーズに行けないっていう人とかもこの辺でもいいので、この前を持って、できるだけ顔に近づけて、こう離してしまうとこうなってしまうから、こうやってしっかりと体に近づけてね、ってもらうと、こういう感じですかね。見ますか？これは結構使えると思います。でかい波でもこっちの人はドルフィンできないと思ったらやるって言ってるので、ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございました。